ホームチーム F マリノスは開幕節から3人入れ替わっております。ゴールキーパーポープウィリアム、松原、上島、エドゥアルド、加藤の最終ラインです。加藤は J1 デビュー戦です。アンカーに木田、インサイドに山根とナムテヒ、前線はヤン・マテウス、エウベル、センターにアンデルソン・ロペスです。アウェーチームアビスパ福岡です。こちらは開幕節からの変更は1人のみです。ゴールキーパー長石、井上、奈良、田代の3バックです。今日は右のワイドに湯沢、左前島、前と茂みのドイツブランチ、シャドウに岩崎と今野、最前線ウェリントンです。松原から右、ヤンマテウスからスペース、山根の折り返し、ヘッドー、エウベルの頭です。惜しかったですね。そうですね、非常にこのサイドの攻撃崩しというのが、ね、スピーディーでしたしね、はい。まあ、このやはりこうテンポが良かった分、中で、ね、こう人を捕まえる時間を与えずに、まあ、少しこうアンデス・ロベス選手の後ろに隠れるような形で、ね、はい、うまくフリーになりましたよね。これは途中でカット。そして左から岩崎です。縦いった岩崎、折り返し、ウェリントン、ぴったり合いましたけれども、ゴールキーパーです。ポープナイスセーブ。開幕節に関しては長谷部監督はウェリントンの良さを使うような、まあ、生かすような形があまり多く作れなかったという話もしておりました。エウベルです。エウベルクロスバー、コントロールショットわずかにクロスバーを叩きました。選手がよく頭当てましたね。当てに行ってますもん ね、うん、そうですね。しっかりとコース入ってしっかり当てましたよね。これ当たってなかったら枠行ってたでしょうね、はい、そう思いますね、はい。山です、狙ってきた、外です。惜しかったですね。そうですね、まあ、少しこうクロスも見せるような、ね、こう駆け引きの中でニアを打ち抜こうというような、ね、ショットでしたけどね、はい。まあ、本当にこう低い弾道で、あともう少し中ならばというような、ね、非常に可能性を感じるシュートでしたね。まあ、こっちおウェリントンが拾う、今野、湯沢が上がってきますが、今野は自分で仕掛ける、そして右を使う、湯沢のクロス、ウェリントン、これもポープ、よく手が出ました。ポープウィリアム、ヤン・マテウスが入れるコーナーキック、アンデルソン・ロペス、こぼれ球、押し込めない、決定機でした。 F ・マリノス、からエーベルまで広げます。ナムテヒが深さを取ろうとしました。おっと、これは拾ったアンデルソン・ロペス、アンデルソン・ロペス右足シュート、ちょっとリフレクションもあったように見えましたが、長石です。前島、岩崎、前、背後を取りました茂み。さあ茂みがマイナス、後ろからシュートだ、こんなマイナスにうまく合わせました、こんなシュートコースが変わり、ネットを揺らしました。先制アビスパ福岡。茂みはよく見えていました。まずここのね、茂み選手のこの背後の取り方、非常にうまかったですよね、はい。まあ、そしてしっかり余裕を持って中の状況を見て、今野選手へのラストパスでしたけども、まあ、今野選手もね、うまくこうセカンドラインに残りつつシュートコースを作りましたし、はい。まあ、ここはね、エドゥアルド選手に少し当たってね、コースがよりニアの方にずれたので、はい、後ろ4枚残ってるのみです。アビスパ前島が戻ってきました。まです、木田、広げて松原、低いボールをあえて入れました。キーパーの前で少しこう触ってコースを変えてっていうのね、はい、と思った
クロスだったと思いますけど、松岡は今野に代わって入るようです。さて一気にカウンター、レウベルからヤンマテウス、ヤンマテウス入れます。跳ね返ったボールは松原、もう一度ヤンマテウス合わせてくるか、打ちましたかね、ですかね、加藤蓮です。クロスを入れてヘディングシュート、飛び込んできたのは天野です。松原が入れます。村上背負ったヤンマテウス、ヤンマテウス長石よく手が出ました、グッドセーブ。アンデルソン・ロペスはオフサイドポジションではなかったか、シュートは力なく、フラッグは上がっていません。試合終了、クラブ史上初アウェーでリーグ戦 F マリノスを破りましたアビスパ福岡。歴史を変え続ける長谷部大成、今シーズン初ゴール、今シーズン初勝利を日産スタジアムで手にしました。